運輸区の用水が松島運輸区は長野県上稲郡ノ輪町松島の稲松島駅構内にある東海旅客鉄道東海鉄道事業本部管轄の乗務員基地で飯田線北部を中心とする列車の乗務員を置く稲電気鉄道松島工場を前進とし1943年の飯田線国有化により名古屋鉄道局静岡管理部管轄の稲 松島機関区に解消された。民営化を前にした1987年3月1日の国鉄車両基地故障変更で稲松島運転区に解消。民営化後は静岡車社管轄となった。1989年3月11日の組織改正で駒金社商区と統合し稲松島運輸区に解消した。さらに1990年3月1日の 飯田支店発足に伴い本社、東海鉄道事業本部に移管された。旅客車は、買収時は、稲電引継車が中心であったが、国鉄時代は戦前形の様々な休憩国電が配置されていた。電気機関車は、稲電引継車の後、ED18 系、ED19 系の給料体制の時代を経て、最後は、ED62 型が配置されていた。 事業用車は、旧位なで引き継ぎ社改造の木造車、サハユニフ110歳9330歳9322から1970年にクモハ11235を改造した、クモエ21009に交代している。1975年3月のダイヤ改正時点では、運用番号71から8991から92が割り当てられていた。 伊賀松島で行っていた車両研修業務は旧型国電の引退と119系電車の導入に伴って1983年7月に豊橋機関区に集約されたため以後は車両を無配置の動力車乗務員基地となった車両対白用として用いられている旧港内の留置線は8本あったが現在は6本に減少している AB 鉄道ジャーナル第21巻第12号鉄道ジャーナル社1987年10月61ページありがとうございます。